今カニカペルという会社でウェブデザインの仕事を割とメインでやってるんですけど、いろんなクライアントさんがいて、でそれぞれに思いがあったりとかストーリーがあったりとかするので、それを僕たちがユーザーに伝わる形で翻訳したりとか、ストーリーをよく聞いてヒアリングしたりとかして、それを形に落とし込むっていうところが一番やりがいを感じているところで、なんか思いが強ければ強いほど僕たちの、やる気も出るというか、なんかそういう仕事をこれからもやっていきたいなと思っています。今の仕事を僕たちはウェブデザインがメインなんですけど、必ずしもそれだけではなくて、例えば番組のオープニングを作ったりとか、グラフィックデザインでロゴを作ったりとかみたいなこともするので、いろんな幅広い興味と幅広いスキルがあってお仕事いただくみたいなことも結構多いので、そういう広い興味だったり、チャレンジする精神みたいなところは大学で学んだと思います。芸工大の魅力、僕たちの頃は1期生だったので、まだ、大学のシステムもなくて、会社じゃないや、学校自体もちっちゃかったので、みんなが友達みたいな感じで、僕アパレルだったんですけど、視覚情報の先生と仲が良かったりとか、授業に向こうに組ましてもらったりとか、いろんな、範囲の勉強ができたことが一番良かったですね。例えば図書館とかも、使いたい放題で、映像を端から見たりとか、本も端から読んだりとか、授業に出ないけどそういうことをひたすらしてました。なので、なんかコンパクトにまとまってるけど情報がいっぱい詰まってるみたいなところが芸工の一番の魅力かなと。